はい、ルルカです。今回はね、こちら、LINE モに関してお話していこうと思うんですけれど、つい最近、LINE モに関しては、もともとあるね、スマホプランから追加で、ミニプランっていうね、新料金プランが出ました。そして、ルルカに関しては、今月からね、もともと入っていたスマホプランからミニプランの方に移行しました。月額990円で、1年間限定にはなるんですけれど、5分かけ放題。さらに言ってしまうとね、まあ、実質1年分ぐらい、無料で利用することができる、1万円分のペイペイポイントがもらえるキャンペーンなんかもやっていて、格安SIMとかに関してはね、駆逐する勢いの、まあ、新プランのミニプランってものになってるんだけど、LINEモの新料金プラン、ミニプランに関しては、逆に値段が下がりすぎたことによって、品質とかに関して本当に大丈夫なのか、心配されてる方も多くいるようです。まあ、それに関しては理由があって、はい、こちらですね。LINEモに関しては堂々と時間帯により速度制限の場合があります。詳細はこちらご確認くださいということで、速度制限することを堂々と謳っています。そしてね、詳細を見ることできるんですけど、詳細の方に行くと、通信速度の制限についてっていうところで、通信品質及びネットワーク利用の公平性の確保のため、通信速度を制限する場合があります。なお、通信の切断は行いません。またより良いネットワーク品質提供のため、トラフィック情報の収集、分析、蓄積を行いますということで、こちらがねどんな感じになるかってとこなんだけど、対象の料金プランに関してはスマホプラン、ミニプラン、要はね LINE も両方になります。なんですけど、今回ねこのミニプランっていうのになったことによって、まあ、それこそミニプランに関しては速攻で制限されるんじゃないのみたいな、まあ、そんなのね心配されてる方も多くいるみたいです。そして制限された場合ですね、どんなことが制限されるかというと、動画サービス全般、AR、VR、FR、ゲーミングっていうところで、基本的に容量をたくさん使う系のサービスですね。こちらがね、通信制限される可能性があると。そして制限対象時間帯ってところで、制限が必要と当社が判断した場合っていうところで、何時って縛りはありません。会社によっては昼の時間帯だったりとか、夕方の時間帯。まあ、一部の時間帯ね、制限する可能性がありますよって前もって言ってる場合があるんですけれど、今回のね、この LINE モのサービスに関しては、制限に関して時間帯という概念はありません。まあ、あくまで混み合ったら制限しますよ。まあ、そんな感じになっています。で、制限場所に関しては日本全国。そして制限の水準に関しては未定ってことになっています。詳細内容が未定のため、開始の際に当ホームページに記載してお知らせいたしますという感じになっています。なので現時点ではどんな制限がされるのかまだ決まっていない形になっています。というかね、ここに表示されていませんので、実施されてないんじゃないかなと思います。まあ、実際問題、ルルカに関しては LINE も開始直後にスマホプランで契約しました。そして今月もすでにね8月も中旬になっているわけなんですけれど、ミニプランでね半月ほど利用しています。使ってみた結果なんですけど、まあミニプランなんでね、昼の時間帯だったり夕方の時間帯、まあ、使えるタイミングがあったらね、ちょっとだけ動画を再生したりとか速度チェックっていうのをね試してみました。まあ、スマホプランの時はね、もちろん制限の一切なかったんですけど、ミニプランに変わったところでね、制限の一切感じることはありませんでした。実際問題、ルルカに関しては iPhone 12 ですね、こちらの方で LINE も 4G を eSIM で利用しています。現在の時刻が18時45分って形になるんですけれど、お盆の時期なので普段の混み具合とはねちょっと違うかもしれませんが、速度チェックね軽くしてみようと思うんですけど、はい、速度チェック160ということで、まあ、非常にね、爆速が出てる形になります。もう一回やっていこうかな。本当だったらね、この時間帯結構混み合う時間帯だと思うんですけれど、まあ、お盆の時期なんでね、まあ、実際問題普段と同じかって言われるとわからないんですけど、まあ、ルルカの住んでいる地域に関してはこんな感じで爆速180ですね、出てる形になります。ただしこの速度に関しては時間帯によってね、多少の差は出てきます。今180っていうのはかなりね、出てるタイミング。で、まあ、普段だったら100前後かな。一応ね、アップの方に関しても気になる方がいると思うので、まあ、こちらのアプリで、まあ、追加でね、アップの方も見ていこうかなと思うんですけれど、はい、ダウンロードに関しては、おー、こちらのアプリだとね、ちょっと落ちていますね。こちらのアプリでも先ほど見た時に関しては200とかね、超えていたりとかしたんですけど、今が58か。で、アップロードが10ちょいで落ち着くのかな。はい、とりあえず1回目が 58.7 の 13.7、LINEモでね、速度チェックやってみました。一応ね、もう一度チェックやるんですけれど、はい、ダウンロードが 62.1 で、アップロードの方が、はい。やっぱね、10前後になるんじゃないかなと思います。アップロードの速度に関してなんですけど、アップロードはね、結構差があります。10出ないこともあって、3とか4しかね、出ないタイミングとかもあったりします。なんですけど、そちらに関しても多分速度制限とか云々ではない状態で、それに関しては、通常のね、キャリアの回線使っていても、タイミングによってね、速度だったりとか変わってくるので、LINE ものミニプランだから速度がね、遅くなったり変動があるっていうところではなくて、元々のね、回線品質っていう部分になっていると思いますので、LINE ものね、まあ、スマホプラン、元々使っていたのに関しても、何にも問題なかったですし、今回ね、改めて激安と言ってもいいんじゃないかなっていう、LINE ものミニプランってものが出てきたわけなんですけれど、こちらに関しても現状ではね、あくまで現状ではにはなるんですけれど、速度制限だったりとかっていう、まあ、制限関係に関しては見受けられない形になっています。まあ、一応これ動画サービス全般にかかる規制ということになっているので、まあ、動画を見ないとね、ぶっちゃけこの速度チェックって動画サービスじゃないんで制限されないだろうと思う方もいるんじゃないかなと思います。なんでね、一応動画の方もね軽く見ていこうと思うんだけど、昨日アップしたルルカの動画再生していこうと思うんだけど、シークレットモードにしてるんでね、珍しく広告の方が再生されます。まあ、ルルカ普段はね YouTube プレミアム入ってるんでね、はい、どうでしょうか。はい、再生の方が始まりましたが、
今が、はい、動画の問題なく再生されてるんだけど、自動でね、とりあえず 720p で再生の方が開始されました。まあね、この iPhone とかで見る分には 720p でもう全然余裕なんですけれど、まあ一応ね、だいたい言う人にで 1080p にね、変えてみようかなと思います。1080p にした上で、ピッて伸ばします。はい、こんな感じですね。ちょっとね、音は消してしまってるんですけど、読み込みも一切ない感じで、はい、1080p が圧倒的速さで再生することができます。以上上のね、まあ、2K だったり 4K 再生というのもあったりとかすると思うんですけれど、まあ一般の方であればね、1080p、というかまあ 720p だったりとか、スマホだったり 480p くらいでね、十分じゃないかなと思うんで、まあ 720p とかで再生できなかったら、規制されてるのかなっていう感じがあるかもしれませんが、ご覧の通り、お盆の夕方くらいっていうことで、アマの方がね、ネット接続してるんじゃないかなと思うんですけれど、ご覧の通り、全然ね、YouTube の再生とかに関しても問題なく利用することができます。まあ、ただしではあるんですけれど、LINEのね、ミニプランに関しては、高速で使える部分がね、3ギガしかありませんので、YouTube 1080p とかで見てるとね、そこで3ギガ終わってしまいますので、その後に関してはね、はい、こちらですね。データ量超過後の通信速度ってことで300キロに落ちてしまいますので、300キロに落ちてしまうと、どっちにしろ、1080p での再生は不可能ですし、300キロだと多分、240p とかがな、240p とかそれ以下での再生しか対応しなくなってしまいますので、まあ、この辺に関してはね、そもそもミニプランで動画に関してそんなに気を使うことはないんじゃないかなと思います。多分360とか 240p とかで、もしね、動画のを見たりとかして、で、あとは、使いすぎちゃった場合に関してはね、300キロの低速で、まあ、同じようにね、動画 240p とかそのぐらいで、まあ、音声を確認する感じで見る。まあ、そんな感じのプランになってるんじゃないかなと思います。ガンガン動画の方が見たかったりとか、使いすぎた後に関してもね、ある程度快適に使いたいのであれば、こちらですね、LINEのスマホプランってものもあって、まあ、ルルカもね、もともと契約していたんですけど、こちらの契約すれば、2728円、まあ、値段はね、ちょっと上がってしまうんですけど、高速も 20GB ってことで、まあ、結構たっぷりめに使うことできますし、使い終わった後に関してもね、先ほど紹介したように1メガ使い放題になっていますので、どうだろうね、 480p ぐらいで永遠と動画のを見ることができたりとかしますので、まあ、その辺をね、使えばいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、今回は LINEモの新しく出てきたね、新料金プランミニプラン、まあ、このね、激安の料金プランが出たことによって、時間帯での制限、まあ、さらにね、厳しくついてんじゃないのって思われてる方もいるんじゃないかなと思ったので、まあ、実際にね、スマホプランからミニプランに今月移行したルルカが、まあ、実際に触ってみて、まあ、がっつりはね、3ギガなんでそもそも使えないんですけど、軽く触ってみた感じでは、現状ではあくまでね、現状にはなって、まあ、あとルルカの住んでる地域、あと、まあ、ルルカが使ってる iPhone12、一応ね、iPhone の最新端末にはなるんですけど、で、使ってる分に関してはミニプランめちゃくちゃ快適に利用することができるって形になっていましたので、とりあえず中間報告として紹介のさせてもらいました。中間報告ということで、もう少しでね、ルルカに関してはこの3ギガ終わってしまいますね。大切に使ってきました3ギガ。ちゃんとね、規制の方がされてないのかなとか見るために、ちょこちょこと動画再生したりとか、ちょこちょことツイッター再生したりとかね、速度チェックしたりとかって確認してきたわけなんですけど、あとちょっとでさすがにね、3ギガ終了してしまいます。ということで、この3ギガが終了した後に関しては300キロで使い放題って形になります。このね、使い放題の部分ですね、990円で使うことができて、まあ、3ギガ使った後にね、どんな感じで LINE も使うことができるのか気になってる方もいると思いますので、まあ、ルルカなりのね、解釈でこんな感じで使ったらいいんじゃないの、使いましたよみたいな、そんなね、追加報告の動画も上げていこうかなと思いますので、近日公開するね、ライモのね、ミニプラン速度制限編に関しての動画も見てくれると嬉しいです。またね、動画内で紹介させてもらった約1年間無料でね、ラインを使う方法みたいな感じの動画に関しても過去動画でね、紹介していて、概要欄下のところに貼っときますので、よかったらそちらの方も確認してね、ラインも選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか。最近ね、ブログの方も始めましたので、概要欄下のところにブログのリンクも貼っときますので、そちらもよかったら見てみてください。今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。